イトウ454年、大宿温泉に行こう。トイレを済ませて案内看板を眺めたら、目的地の温泉へ向かいます。大宿温泉の中でも2軒しかない自炊設備も兼ね備えた昭和レトロの宿、現在も湯治での長期滞在を受け付ける湯宿です。案内看板がいい感じだね。3つに分かれますが、左端を進もう。細い道の終点が目的地の湯宿になります。対向車が来ないことを祈りましょう。昔ながらの湯治宿の風情が素晴らしくいいですね。なぜかほっとしますよ。コロナ禍での日帰り入浴の際に記入することって多いですよね。それから石塚旅館さんはコロナが猛威を振るっているので、日帰り入浴は以前何度か来たことのある人しか受け付けませんので、ご注意ください。最近、日帰り入浴は小さな旅館などでは常連しか受け付けないってところもあったりします。早くコロナが落ち着いてくれれば、そんなこともないんですけどね。記入した紙と入浴料金の200円をおかみさんに渡したら、いざお風呂へ参ろう。源泉 100% かけ流しの極上湯、200円です。200円です。異教感が際立っている、どこか懐かしい湯宿の自炊用炊事場です。清潔感のあるシンプルな脱衣室です。泉質、アルカリ性単純温泉、pH 8.7、源泉温度 57.9°C、源泉 100% かけ流し。適応症、神経痛、筋肉症、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、打ち身、くじき、慢性消化器病、耳漏、冷え症など。すごく明るい屋上に二重丸です。いつも45度 C くらいなんですよね。石塚旅館では、純粋に極上湯に抱かれるだけの湯治宿。大宿温泉、石塚旅館、最高。そう、最高。
入浴目線。景色は開けてません。この中がすごいんです。開けても絶対に中のパイプを動かさないように。源泉たまりには素晴らしい湯の花のクラゲが住んでました。湯船にもたくさん湯の花が舞い踊ってます。細かい湯の花、少しわかりづらいですね。インベーダー発見。ほのかに幼臭、翼感はツルツルすべすべ。大宿温泉では一番のツルスベ感かもしれません。湯の花が薄茶色もしくは灰色っぽいので綿ぼこりのように見えますが、美味しい湯の花ですよ。温泉成分でこうなります。すごくいい湯でした。そのうち1週間くらいでも湯治しようかしら。古い木造2階建ての湯宿は、昔ながらの湯治宿情緒がいっぱい溢れていました。個人的にレトロな自販機は大好きです。250ml 缶初代アンバサは随分飲んだな。おかみさん、ありがとうございました。日帰り入浴は、常連さんが中心のような印象を受けましたが、実際、積極的に日帰り入浴を行っている湯宿ではありませんので、誰でも入浴できるとは限りませんので、ご注意くださいね。チャンネル登録と通知設定にグッドボタンを押してくださいね。ありがとう、サンキュー。私的には大宿温泉では一番いい湯のような気がしましたので、コロナが落ち着いたらまた伺いたいですね。それまでおかみさん元気で頑張ってくださいね。ご視聴誠にありがとうございました。まだまだ、ぼっちの湯めぐり車旅は続きますので、次回もよろしくお願いいたします。Thank you for watching until the end.